おはようございます。はい。現在時刻はですね、2022年10月13日木曜日6時43分11、12、13なんですけども、まあ、今回ね、会社を辞めたいあなたへみたいなスクショにしようかなと思うんですけども、まあ、多分ね、一般、まあ、今日平日ですよね。なので、 えっと、今、会社の準備したりとか、会社に出社する準備したりとか、もしくはもう電車に乗ってるとか、ね、通勤するために電車乗ってるとか、まあそういう時間帯だとは思うんですけども、もう僕今日仕事終わっちゃいまして、今日仕事終わりました。<laughs> 仕事終わりました。すいません。終わりました。で、えっ、ー、と、まあ毎日ね、僕ブログを書いてるんですけども、毎日ブログ書き始めて、 2020年からブログ毎日やるぞって決めてね。2020年か。2020年。2020年。2020年ですよね、多分。2020年が。あ、2020年ですね。2020年から、よし、毎日ブログ書くって決めて、今、2022年10月なんで、えっ、ー、と、2年10ヶ月ぐらいですか。まあ、毎日投稿してるんですけど、今日ね、その、会社を辞めたいっていうブログを書きました。 会社を辞めたいっていう記事を書きました。会社を辞めたいっていうね。なんで <laughs>、会社を辞めたいと。ああ、今日も会社かーと。ああ、めんどくさいなと思っている方は、あの、通勤時間にですね、あの、ちょっと、うーん、パラッと読んでいただけるといいんじゃないかなと。はい。会社はどうですか今日、出社。満員電車、東京。ね、僕も東京で、まあ、以前働いてましたけど、 あのねねやばいですよ押、ね、しくらまんじゅうというかあのあれは何なんでしょうかね。<laughs> そうまあ、とりあえずね会社辞めたいと思って会社今日も出社する方をね一度こう読んでもらうといいと思います。 で、えっと、よ、Google でね、吉谷拓郎公式ブログ。まあ、この YouTube の下にも一応リンク、今日の記事のリンクは入れときますけども、えー、吉谷、o g l e で吉谷拓郎公式とかで調べると多分トップに出てくると思いますんで、はい、今日の記事、会社を辞めたいと。会社を辞めたいと思ってるあなた、ぜひ読んでみてはいかがでしょうか。では、終わります。ありがとうございました。